1982年4月南大西洋の離島で戦闘が始まりました。最初に攻撃命令を出したのはアルゼンチンの独裁者。相手国のリーダーはリスクを恐れ引き下がるはずだと見込んでのことでした。しかしこの甘い読みが悲劇を招きます。強引な侵攻作戦と危険な報復攻撃、ついにフォークランド紛争が勃発したのです。歴史を変えた事件の数々、危機に立ち向かうリーダーたち、開戦直前ギリギリのせめぎ合いの中で一体何が起きていたのでしょうか。領土問題は戦争の原因となり得ます。イギリスとアルゼンチンもフォークランド諸島の領有権をめぐって長い期間対立していました。戦火を交えることなく睨み合いは1世紀以上も続いたのです。ところがある時、両者の対立は武力衝突に発展します。その背景には国内情勢が関係していました。戦争を行えば内政問題から国民の注意をそらすことができます。戦争の勝利によって得られるものは領土だけとは限らないのです。1982年4月2日未明、突如アルゼンチン軍がフォークランド諸島に侵攻しました。2つの大きな島と778の小さな島々からなるフォークランド諸島。アルゼンチンの指導者たちは150年余りにわたってイギリスの海外領土であるこの島々の主権を主張してきました。そして20世紀になって独裁的指導者がついに実力行使に出たのです。東フォークランド島に上陸したアルゼンチン兵200名余りはイギリス軍守備隊およそ80名を制圧しに向かいました。上陸から4時間後イギリス軍兵舎に突入します。しかしすでに誰もいませんでした。一方島の中心都市スタンリーにあったイギリス総督邸では建物の裏口から侵入しようとしたアルゼンチン兵がイギリス軍守備隊の反撃に遭いました。建物の入り口から侵入したアルゼンチン軍に対しイギリス軍守備隊が発砲しました。この作戦で初の死傷者を出したアルゼンチン軍は体勢を立て直します。そしてイギリスのレックス・ハント総督と海兵隊マイク・ノーマン少佐およびその部下数十人が立てこもる総督邸を退去して取り囲みました。一方総督邸の東およそ3キロの地点では8人のイギリス海兵隊員が敵の車列を攻撃します。しかし人員と武器で劣るイギリス兵は退却を余儀なくされました。その間アルゼンチン軍は増援部隊を次々と上陸させスタンリーの町を包囲していきました。上陸から12時間以内にアルゼンチン軍の指揮官カルロス・ビュッセル少将は勝利を宣言します。もっともイギリス側もすんなり負けを認めたわけではありません。ビュッセル少将に降伏を求められたハント総督はイギリスの領土に不法に侵入したそちらの部隊こそ直ちに退去すべきだと突っぱねたそうです。アルゼンチン軍はラジオ局にも来ました。指揮官は英語やスペイン語の録音テープをたくさん持ってきていました。自分たちの領土を取り返しに来ただけだ、流血沙汰は望まないし人権は守ると、そう聞かされました。アルゼンチン国歌を何度も放送させられました。
決して侮辱するつもりはないのですが、あの曲を聴くと今でも身がすくみます。午前9時までにアルゼンチン軍がイギリス軍守備隊の10倍の兵を上陸させると、ハント総督は抵抗は無駄だと悟ります。そして海兵隊のノーマン少佐に対し、守備隊に降伏命令を出すよう伝えました。イギリス海兵隊員が島の道端でうつ伏せに寝かされている写真です。この写真は世界中に配信されました。降伏に応じたハント総督ですが、相手の指揮官と握手を交わそうとはしませんでした。スタンリーにアルゼンチン国旗が掲げられ、マリオ・メネンデス少将がフォークランド改めマルビナス諸島の総督に任命されました。侵攻作戦成功のニュースはアルゼンチンのレオポルド・ガルティエリ大統領やホルヘ・アナヤ海軍司令官の耳にも届きます。作戦を計画して以来、ナショナリズムに火がつき、政権に対する国民の支持は高まっていました。私は当時子供でしたが、道に車があふれ、大勢の人が歓喜に沸いていたのを覚えています。何の騒ぎかと尋ねると、マルビナス諸島が陥落したと聞かされました。敵が戦いを望むなら我々は受けて立つ。島から1万3000キロ彼方のイギリス政府は冷静でした。マーガレット・サッチャー首相はアルゼンチンの暴挙を糾弾する準備を直ちに進めます。そして海軍大臣ヘンリー・リーチに助言を求めました。サッチャー首相が島を奪還する理由を確認すると、リーチ卿は奪還しなければイギリスの信頼は地に落ちます、それに多くの国民の命を奪ってきた軍事政権に島を渡してはなりませんと答えました。サッチャー首相は決意を固めます。捕虜となった海兵隊員の写真はあまりに屈辱的でした。フォークランドをアルゼンチンに黙って渡すなど考えられないことだったのです。サッチャー首相は島へ機動部隊を派遣することを決めました。サッチャー首相にとっては島を奪還するという選択しか考えられませんでした。すでに地球の反対側にいたジュリアン・トンプソン准将のもとに指令が入ります。4月2日の朝4時に電話を受けました。ジェレミー・ムーア少将からです。部下を緊急招集し、南へ出航せよとだけ言われました。我々はアルゼンチンがフォークランドを攻めてきた場合の対策を用意していませんでした。攻撃を受ける可能性は低いという報告を国防省から数ヶ月前に受けていたのです。私と海軍のクラップ准将は不可能を可能にする作戦を懸命に練りました。フォークランド紛争が起きる前からアルゼンチン国内では政府と国民との武力衝突が頻発していました。政府を非難した者は消息を絶ったまま二度と戻らないこともありました。当時のアルゼンチンはそうした危険な国だったのです。1976年に始まった軍事独裁政権による恐怖政治の影響でした。軍政開始から5年後に政権のトップに立ったのがレオポルド・ガルティエリ大統領です。陸軍司令官でもあった彼は、権力は武力から生まれるという格言を信じていました。ガルティエリは生粋の軍人でした。世の中を軍の立場から眺め、軍の強硬派と協力し筋書きを練ったのです。目的は軍事政権の力を改めて誇示することでした。大統領の側近にはアナヤ海軍司令官、ラミドソ空軍司令官らがいました。彼らは
国家の統制を維持することを第一とし、反体制派の口を封じるための弾圧政策、いわゆる汚い戦争を実施します。当時アルゼンチンでは反政府組織の人々が次々と拉致監禁されました。秘密収容所へ連れて行かれ、卑劣な拷問により自白を強要されたのです。軍情報部にとって拷問は情報を得るだけでなく、他の拉致監禁者をパニックに陥れ、抵抗意欲を奪う効果もありました。仲間のところに電話をかけさせ、摘発につなげるなどして反政府組織を追い詰めていったのです。一連の事件は汚い戦争と呼ばれますが、実際は戦争ではなく、国家が自国の一般市民に対して行ったテロ行為とも言うべきものでした。金髪の死の天使と呼ばれたアルフレード・アスティスは筋金入りの軍人の一人です。昼は海軍将校、夜は冷酷な工作員の顔を持ちました。軍での階級の昇進は汚い戦争における功績に比例しました。海軍将校のアスティスがその代表格です。彼は反体制派と思われるグループに潜入してはリーダーを特定し、どこかへ拉致しました。反体制派の弾圧においてアスティスは万能でした。潜入捜査から拉致拷問まで、あらゆることをこなしたのです。行方不明者の家族や知人たちは心配しました。軍は市民に恐怖を植え付けることにまんまと成功したのです。恐ろしいことに、一旦行方不明になった人たちは遺体として発見されることすらありませんでした。彼らの多くは飛行機に乗せられて大西洋の上空に連れて行かれ、そこで突き落とされて亡くなったと言われています。1982年当時のアルゼンチンでは、5年余りにわたって厳しい独裁政治や冷酷な弾圧が行われていました。失業率は高く、インフレ率も3桁に達していました。ガルティエリ大統領は国民が決起する兆しを感じ取っていたと思います。崩壊寸前の軍事政権はとりわけ危険です。国民あるいは国外に武力を行使し、自分の身を守ろうとするのです。当時のアルゼンチンは政治だけでなく経済も破綻寸前でした。ガルティエリ大統領ら指導部は市民を大量に殺戮し、さらには国の経済をミスリードしました。権力を維持するには抜本的な対策を打つか、国民の不満の矛先をそらすしかありません。1981年、ガルティエリ大統領とアナヤ海軍司令官は可能な解決策として軍事侵攻を行うことを決断します。アナヤ海軍司令官が提案した標的はフォークランド諸島。アルゼンチンの人々はこの島々が自国の領土ではないことに長年不満を抱いてきました。およそ150年前にイギリスに奪われたと認識していたのです。イギリス人はフォークランド諸島と呼んでいますが、アルゼンチン人はマルビナス諸島と呼んできました。アルゼンチンの領土だという認識は国民に広く浸透していたのです。しかしながら、島の主権はイギリスが握り続けていました。ハント総督以下2000人の島民の大半はイギリス人の子孫で、アルゼンチン人の主張には納得できません。
スタンリーに住む元ラジオアナウンサーパトリック・ワッツもその一人です。フォークランドは自分たちの領土だというアルゼンチンの人々の主張は私たちには到底受け入れられませんでした。生き残りを図るガルティエリ政権にとって島の奪還は国民の夢を実現し民意を結束させるチャンスでした。アナや海軍司令官はイギリスの反撃はないと予想し犠牲者を出さずに島を奪えると確信していました。彼は1970年代に海軍武官としてロンドンに赴任しています。その時にイギリス政府は弱腰だと感じたようです。イギリスはアナや海軍司令官の印象を裏付けるかのように海軍の監視船エンデュアランスを引き上げさせフォークランド諸島周辺の軍備を削減する方針でした。一方アナや海軍司令官はイギリスの政府高官の多くがことを穏便に済ませたがっていることに気づいていました。イギリスのフォークランド政策を主導していたのは外務省でした。彼らは自分たちに苦労が降りかからないことを望んでいたようです。それには中南米諸国の不満を取り除くことが必要でした。そうしたイギリスの姿勢はアルゼンチンからすれば弱腰に見えたでしょう。イギリスは南大西洋の覇権に興味を失ったように周囲に受け取られていました。またロンドンがフォークランドから極めて遠いこともアルゼンチンには好都合でした。1982年1月ガルティエリ大統領らはフォークランド侵攻の構想を練り決行日を4ヶ月後と定めます。そして直ちに兵を集め空軍海軍ともに戦闘準備を始めました。イギリスは弱腰だとアナや海軍司令官は思っていましたがイギリスの新しいリーダーは違いました。イギリス史上初の女性首相サッチャーは鉄の女の異名が与えられていました。サッチャーは国家主義者でした。イギリスは当時経済が不安定で彼女は国を健全な状態に立て直す使命を負っていたのです。軍事侵攻を行う場合相手の兵力や士気の高さをさまざまな角度から分析するのが普通です。ガルティエリ軍事政権はフォークランド諸島を圧倒的な軍事力で制圧できると信じていました。イギリス本国からの反撃もなく簡単に占領できると思っていたのです。しかし相手の士気は予測しにくいものです。国の危機に直面した兵士や民衆たちが奮起しその力によって計画が崩されることも珍しくないのです。アルゼンチン軍の首脳部はイギリスの思惑を探る行動に出ました。フォークランド侵攻に先立ちサウスサンドウィッチ諸島の島トゥーレ島を実効支配したのです。アルゼンチン軍はトゥーレ島に上陸し基地を作ってイギリスの反応を伺いました。イギリスは異議を唱えつつも武力に訴えることはしませんでした。アルゼンチンは次にサウスジョージア島を攻めます。フォークランド侵攻の足場を固めるためです。作戦の責任者はアルゼンチン軍の工作員金髪の死の天使の異名を持つアルフレード・アスティスでした。国内で汚い戦争に従事してきたアスティス新たな標的であるイギリスに狙いを定めます。1982年3月アルゼンチンのガルティエリ政権がフォークランド侵攻計画を練り始めてから丸2ヶ月が経ちました。侵攻作戦の当初の決行予定日まではまだ2ヶ月もあります。そこで彼らは本格的な侵攻を開始する前に
イギリスとサッチャー首相の度胸を試すことにしました。フォークランドの南東およそ1500キロに位置するイギリス領サウスジョージア島。そこにスクラップ金属業者を名乗るアルゼンチン人およそ40人が不法上陸しました。一団を率いていたのはアルゼンチン軍が最大級の信頼を置くアスティスです。彼は大胆にも軍服姿で上陸し、アルゼンチン国旗を掲げました。この挑発行為をイギリスのサッチャー首相は見過ごしませんでした。サッチャーは不法上陸したアルゼンチン人を退去させるため、フォークランド近海を監視するエンデュアランスをサウスジョージア島へ向かわせます。しかしアルゼンチン人は退去しませんでした。ガルティエリ大統領はおじけづくどころか、自分たちの計画に自信を深めます。国民の不満をそらすには自信を示すことが不可欠でした。民衆は国の状況に憤っていました。暴動が発生し、犠牲者も出ていたのです。このままでは政権が終わると感じたガルティエリ大統領とアナヤ海軍司令官は苦肉の策に出ます。フォークランドへの本格的な侵攻開始を2ヶ月ほど早めたのです。国内の緊張を和らげるため、軍部は82年4月2日にフォークランドへ侵攻することを決めました。ナショナリズムには外敵が必要です。アルゼンチン人にとってフォークランド奪還は長年の悲願でした。軍は民衆を扇動し、アルゼンチン万歳と叫ばせることで不満の矛先をそらそうとしたのです。ロザリオ作戦と名付けられたフォークランド上陸作戦では、海と空の双方から兵を送り込む奇襲戦術が取られました。3月28日、3000人余りのアルゼンチン兵がフォークランドに向け南大西洋を船で移動し始めます。奇襲作戦さえうまくいけば、遠路はるばる様々なリスクを冒してまでイギリスは島を奪還しには来ないとアルゼンチン軍の首脳部は確信していました。イギリスのサッチャー首相はアルゼンチン軍が突如大軍を派遣し、明確な対決姿勢を見せたことに衝撃を受けました。サッチャー首相は外からの圧力によってフォークランドを守ろうと同盟国に助けを求めます。アルゼンチン政府を説得するようアメリカのロナルド・レーガン大統領に依頼したのです。レーガンはガルティエリ大統領にコンタクトを取り、軍事侵攻を断念させようとしますが、ガルティエリ大統領は説得を受け入れませんでした。撤退することは彼の失脚を意味したからです。フォークランド諸島に侵攻しても、イギリスが遠路はるばる軍を送るはずはないとアルゼンチン側は思い込んでいました。およそ100隻もの大艦隊を派遣するというイギリスの決断は、アルゼンチンのガルティエリ大統領に大きな衝撃をもたらします。しかし彼にはもう引き下がることなどできません。すでにことは動き出していたのです。彼の狙い通り、フォークランドへの侵攻はアルゼンチン国民の注目を集め、政権への不満は薄れつつありました。ここでイギリスに屈すれば、それこそ取り返しのつかないことになります。一方、サッチャー首相の周りにはフォークランドの主権をアルゼンチンに譲渡すべきだとする意見も数多くありました。しかしサッチャー首相は様々なリスクを承知の上で、1万3000キロ彼方へイギリス軍の大艦隊を送ることを決めたのです。サッチャー首相同様、フォークランドの住民にとってもアルゼンチン軍の侵攻は衝撃でした。1982年4月1日、ハント総督はロンドンからの電報を受け取ります。電報にはアルゼンチン軍がフォークランド諸島へ向かっている、しかるべき対応をせよと書かれていたそうです。それは自分たちで身を守れというイギリス本国からの指示でした。
ハント総督はフォークランドの海兵隊指揮官ノーマン少佐にそのことを伝えます。大規模な敵軍にノーマン少佐はわずか80人足らずの兵で対抗しなければなりません。ノーマン少佐は海兵隊の兵舎を放棄することにしました。そして敵の上陸地点と思われる海岸と総督邸に兵士を配置したのです。隊員は各自の持ち場で息を潜めて待機しました。ラジオ局ではパトリック・ワッツが彼の人生で最も難しい仕事に挑もうとしていました。総督にアルゼンチン軍はいつ攻めてきてもおかしくない状況だ、だが放送は最後まで続けてくれと言われ、私は覚悟を決めました。でもやはり侵攻は食い止められないと知ると、さすがに恐怖に襲われました。島には2人の子供や母親、友人、親戚も住んでいます。みんな無事でいられるのか、それが心配でした。午前2時を過ぎて敵が来ると分かると、私はスタッフ全員を帰宅させ、一人でラジオ局に残りました。島の住民は最悪の事態を覚悟し、不安な一夜を過ごしました。あの晩、島民の大半はお茶やコーヒーを飲みながらラジオの情報に耳を傾けていたと思います。1982年4月2日、本国から500キロを移動してきたアルゼンチン軍が島へ上陸しました。丘に着陸したヘリコプターから兵士たちが一斉に展開します。彼らの任務はスタンリーを攻略し、国民の夢を叶えることでした。私はラジオを通じて島民に情報提供を呼びかけました。すると突然あちこちから電話がかかってきたのです。私は電話で得た情報を島民に伝え続けました。次々と寄せられる情報から、ワッツは彼が最も恐れていた事態、アルゼンチン軍上陸の事実を知ります。イギリス海兵隊は果敢に反撃しますが、数に勝るアルゼンチン軍に瞬く間に制圧されてしまいました。サッチャー首相は受け入れがたい要求を飲むか、危険な賭けに出るかの選択を迫られました。1982年4月、イギリスの機動部隊が1万3000キロ離れたフォークランド諸島を目指して出発します。最初の目的地はイギリスとフォークランド諸島を結ぶ航路の途中にある島、アセンション島でした。フォークランド諸島はイギリス本国からおよそ1万3000キロも離れています。食料や弾薬、燃料といった物資を前線に補給するのは至難の業です。フォークランドの飛行場をアルゼンチン軍に奪われたイギリス軍にとって、アセンション島は戦略的に欠くことのできない中継基地でした。イギリスの艦隊が南へ向かって航行する中、アルゼンチン軍はフォークランド諸島全体を手中に収め、グースグリーンやダーウィンなどの町を占領下に置きました。島民は侵攻軍の厳しい監視にさらされ、逮捕される恐怖と隣り合わせの生活を強いられます。アルゼンチン軍の侵攻後、車は右側通行となったほか、スペイン語教育が導入されて通貨もペソに変わりました。路上で警備隊に手を挙げろと言われるなど、物騒な目にも遭わされました。フォークランド諸島をめぐるアルゼンチン軍とイギリス軍の全面衝突が目前に迫ると、世界中の目が南大西洋に集まりました。アメリカのレーガン大統領はヘイグ国務長官を派遣し、両国の仲裁に入ろうとします。
ヘイグは和平案を提示しました。フォークランドの主権が確定するまでアルゼンチン、アメリカ、イギリスの3国で島を共同統治するよう提案を行ったのです。しかし話し合いは決裂しました。イギリス側にはどんな手を使ってでもアルゼンチンから島を奪回する決意があり、アルゼンチン側も今更島は渡せないと言って一歩も引かなかったのです。戦争はもはや避けられない状況でした。4月10日、イギリス軍艦隊の最初の一団がアセンション島に到着。アセンション島の航空基地ではイギリス空軍がフォークランドへの攻撃準備を始めました。この時のイギリスの機動部隊は2隻の航空母艦と上陸作戦を担う2隻の強襲揚陸艦を中心とした部隊でした。さらに多数の護衛艦もいました。航空母艦や揚陸艦を失えばイギリス軍はフォークランドを奪還することが不可能になります。空母にはサイドワインダー空対空ミサイルを備えた34機のハリアー戦闘機が搭載されていました。サイドワインダーは当時としては最先端の赤外線誘導式ミサイルでした。これならパイロットはどんな方向からでもミサイルを発射することができます。一方、アルゼンチン軍も着々と戦闘準備を進めていました。エグゾセ対艦ミサイルの発射が可能な戦闘機シュペールエタンダールをおよそ100機待機させます。超低空飛行が可能なエグゾセミサイルはイギリスの艦隊にとって大きな脅威でした。フォークランドに近づくにつれイギリスの機動部隊は戦術を固めていきます。フォークランドへの上陸作戦をコーポレート作戦と名付け、駆逐艦を使ってサンカルロスの入り江を封鎖する計画を立てました。人員や物資を陸揚げする間の安全を確保するためです。サンカルロスは周りを陸地に囲まれていて、しけの影響を受けにくい環境にあるので、天候を気にせず上陸作戦を遂行できるのです。作戦は夜半過ぎに開始し速やかに行います。敵に気づかれる前に十分な数の兵を上陸させなくてはなりません。4月21日、イギリス軍はフォークランド上陸作戦に先立ち、小規模な部隊をサウスジョージア島へ送ります。そこにはアルゼンチン軍の工作員アルフレード・アスティスとその部下たちが待っていました。アスティスはイギリス兵を陥れようと島の随所に罠を仕掛けて待っていましたが、程なくしてイギリス軍に捕らえられました。イギリス軍はさしたる抵抗にも合わずサウスジョージア島を奪還しました。サウスジョージア島奪還のニュースにイギリス海兵隊と国民の士気は高まりました。しかしその後戦いは激しさを増します。イギリスは4月30日、フォークランドから半径200カイリ以内を戦争海域に指定。立ち入る艦船は攻撃するとし、アルゼンチンを牽制しました。また遠距離攻撃が可能なことを示すため、バルカン戦略爆撃機をアセンション島だけでなく本国からも出撃させます。スタンレーの飛行場を爆撃されたアルゼンチン軍は滑走路を失いました。82年の5月1日、私は凄まじい轟音にはっと目を覚ましました。外を見ると飛行場から火の手が上がっていました。アセンション島から飛来した爆撃機による攻撃でした。アルゼンチン軍は相当なショックを受けたようです。この後さらに両軍による空爆が続きます。5月2日、
アルゼンチンの空母ベインテシンコデマヨと巡洋艦ベルグラーノはイギリスが指定した戦争海域のすぐ外を航行、組織的な攻撃準備と取られました。南北からの挟み撃ちを狙っているとイギリス側は思いました。イギリス機動部隊の指揮官ウッドワード海軍少将の決断をきっかけに2つの国はついに全面衝突へと向かいます。指揮系統を守ることは戦争においては不可欠です。しかし最前線の指揮官には時に職務を超えた決断が求められることもあります。フォークランド紛争の場合、戦場とイギリス軍首脳部との距離は遠く離れていました。指揮官は目の前の戦闘と本国の指示のどちらを優先すべきなのでしょうか。一つの決断で戦況は大きく変わります。リーダーの責任は重大です。1982年5月2日イギリスのフォークランド奪還作戦は本格的な戦いを前に危機に直面していました。海兵隊員を乗せた艦隊が祖国から1万数千キロ離れた南大西洋上でアルゼンチン軍の艦船2隻に挟み撃ちにされようとしていたのです。イギリスのウッドワード海軍少将は決断を迫られます。味方の潜水艦に敵巡洋艦への攻撃を指示したくても彼に命令権はありません。機動部隊の潜水艦はイギリス本国の指揮下にあり、彼には命令の権限がなかったのです。しかし普段と同じ手順で本国に連絡を取っていたら手遅れになりかねません。そこでウッドワードはとっさに潜水艦に攻撃命令を出します。指揮系統を無視した命令が無効なのは承知の上でした。ウッドワードは潜水艦への命令文をそのまま本国にも送りました。ロンドンの司令部はなんだこれはと驚きました。事態が切迫していることをウッドワードは何とか司令部に伝えようとしたのです。司令部が緊急事態を察し潜水艦の暫定的な指揮権を自分に与えると見込んでのことでした。イギリス軍司令部は地方艦艇チェッカーズにいたサッチャーのもとに電文を届けました。するとサッチャーはゴーサインを出しました。潜水艦の指揮権を得たウッドワードは原子力潜水艦コンカラーに指令を伝えます。5月2日午後3時55分巡洋艦ベルグラーノに向けて3発の魚雷が発射されました。20分後ベルグラーノの艦長は乗組員に避難を指示。船は320人余りの兵士と共に海へ沈みました。ベルグラーノを攻撃することでイギリスはフォークランドを武力で取り返すという決意を広く示そうとしたのだと思います。アルゼンチン軍はすぐさま報復に出ます。ベルグラーノ撃沈の2日後イギリスの駆逐艦シェフィールドに壊滅的な被害を与え、およそ20人の命を奪ったのです。全面戦争の開始でした。イギリス軍はシェフィールドを失ったものの、アルゼンチン軍が一旦退却したことで行く手が開けました。そして5月21日東フォークランド島サンカルロスへの上陸を開始します。アルゼンチン軍が状況分析を的確にしていればサンカルロスからの上陸を警戒したはずです。イギリス軍はスタンリーへ来ると思い込んでいたためサンカルロスへの上陸を許してしまったのです。ところが状況は急転します。イギリス軍がまだ海岸にいるときに警戒飛行中のアルゼンチン軍のジェット機が上空を通過したのです。イギリス軍は敵に姿を晒してしまいました。敵機は低空飛行し旋回するとそのまま消えました。それから10日ほど空襲が続きました。
島に上陸してからが本当の勝負でした。スタンリーの町を奪還し、戦争をイギリスの勝利で終わらせる。それが我々の任務でした。アルゼンチン軍の空襲によって数多くのイギリス兵が犠牲となりました。一方、アルゼンチン軍の地上部隊には徴集兵の姿が目立ちました。職業軍人と違い、彼らは新型兵器に慣れていません。また厳しい気象条件にも不慣れでした。6月14日、イギリス軍はスタンリーを奪還します。数週間に及ぶ地上戦と大規模な海戦が行われたフォークランド紛争は終わりを告げました。255名のイギリス兵が島の奪還のために命を落とし、アルゼンチン軍も649名の犠牲者を出しました。この戦いは激戦でした。それでもイギリスはサッチャーのような強いリーダーに恵まれ、幸運だったと思います。ガルティエリ大統領が望んだように、アルゼンチンが島を一方的に奪う展開にはなりませんでした。国民は彼の政権が行ったプロパガンダと愚行に失望感を抱きました。国民にとって敗戦は寝耳に水でした。軍による厳しい報道管制により、アルゼンチンが戦いを有利に進めているとしか聞かされていなかったのです。それでも敗戦の事実は隠せませんでした。やがて戦争前に起きていた暴動や混乱が再燃します。そしてついに軍事政権は終わりを迎えました。ガルティエリ政権は倒れ、アルゼンチンに自由の風が吹き始めました。一方、フォークランド諸島を領有するイギリスへの反発は今も根強く残っています。あの戦争は島の歴史を変えました。また島民に対するイギリス政府の対応も戦争が起きる前に比べ変わったような気がします。世の中は変わるものです。戦争ではなく政治や外交で問題を解決すべきです。政治家や外交官の代わりに兵士が活躍する世の中であってはならないと思います。サッチャーがフォークランドへの侵攻に対し断固とした姿勢で臨んだことは、ガルティエリ政権にとって大きな誤算でした。またアルゼンチン軍に未熟な兵士や士気の低い者が少なからずいたことも戦局に影響したはずです。対照的にイギリス海兵隊員はよく訓練を積み、仲間意識や戦闘意欲にも満ちていました。不可能かもしれないと思われたフォークランド諸島奪還作戦の成功は、強い意志で立ち向かえば時には道が開けるということを示しているのかもしれません。